異業の皆さんごきげんよう。異業のチボシンエキトナです。皆さんウォーランナー楽しんでますか？楽しんでますよね。いろいろアップデートされましてね、やっぱり久しぶりにやると楽しいんですね。なんとコンソール版でも遊べるようになったんですね。クロスプレイ可能でございます。さらにいろんな人と遊べるようになったんでね、もともとプレイしていた方とかね、これを機にぜひね、復帰してみてはいかがでしょうか。復帰した僕がね、実際楽しんでいるんでね、間違いありませんよ。さあ今回はですね、戦士を重点的に、遊んでいきながらご紹介していきたいと思っております。まあ戦士とは一体何なのか、改めてそこら辺ね、ガバガバ解説していきたいと思いますのでね、もう分かってる方はですね、飛ばしちゃってください。その後ね、実際に試合なんかしちゃったりしてね、戦士ダイジェストとか、用意してございますのでね。じゃあいつもの例の掛け声とともにね、始めていこうかと思います。ちょっと滑舌が悪いですよ今日ね。滑舌がなんで滑舌が悪いのか、今飴舐めちゃってるんですね。じゃあいつものね、掛け声とともに動画、始めていきましょう。はい、ウォーランダー神よーし、みんな目ん玉かっぽじってよーく聞いてくれ。今回の作戦、正直無茶な作戦だ。だが目的を達成するために、今俺が考えられる突撃、祖国の土は二度と踏めないものと思え。燃料完了、敵確認、レディーゴー。うりょ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 、捕まえた、来てんじゃねえお前。女子供がよ、女子供が戦場にしゃがれ出てくんじゃねえ。うれよくも避けたな、俺の愛の持ちよ。おいおい、戦士はどこ行った。おいおいおい、女子供しかいねえぞおい。うえうえ、どうしたおい、この村は女しかいねえのか。蹂躙だ、皆殺しにせよ。これ戦士いないとこうなっちゃうんだから。戦士どこ行っちゃったのよ。パパピーパパピー。さあこの恥をついでとどめを刺しに行っちゃいますか。あ、ごめんごめんごめんってごめんって。はい、正面突飛。はい、このね、センターポジションがね、花形だから、このバタリングラムの、お前とこれこれこれ、やめろこれこれ、やめなさい。ふぅ、危ないとこでした。さあ押すぞ、野郎ども。逃げれば一つ、あっち、やだやだ。あ、やっぱここね。どんどん出てこい工場兵器、パパパパパ、大きな扉を粉砕、バタリングラム、バタリングラム、遠くのとこから卑怯なカタパルト。お前やめろ、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 お前一人気持ちよくなってるぞ。許され全死ね。さよなら、さよなら。許さねえぞおめえら、全員見破るしね。回復、お前来るんじゃねえ。あ、お嬢ちゃん、どうしたの。お嬢ちゃん、ダメだぞ、女子供が戦場にシャシャリ出ちゃう。お前てめえ、これ女に手を挙げたな貴様。おい、なんだなんだなんだ、ちょちょちょ、これ引き守れない。俺に歯向かうから、こうなる。ブーレタスマキレッパー、なんて声出してやがる。おい騎士様、出しちゃうぞ。おい騎士様を、てめえに用はないデクノボ、俺のバラ養分となれ。人間見っけ、ほら来いよ、撃ってみろ。ほらちょっと通りますよ、お構いなく。やめろお前、何カンカンやってんの。それに、あ、ちょ、しくだ、それに触れるな。うら、心臓次元切り。はい、大きな扉を粉砕、バタリングラム、
アリルラン叫んじゃねえぞ。あ、また称号なしに逆戻りだ。やるっきゃねえんだこいつで。戦況ひっくり返すぞ。このタワーは任せろ。奴ら真ん中に集中してるはずだ。その隙を突く。後ろから何度も何度も来るんじゃねえ。あ、なんだ、俺のバラ養分か。はい、お疲れさん。一生そこでおねんねしてな。もうここはね、よしお前ら遅かったな。俺のラッパを聞け。週末のラッパ終焉をもたらす。待って、俺さ、ちょっとこっちのタワーさ、取ってくるわ。そっち任せたぞ。このタワーは城攻めをするときの重要なポイント、要となる。このタワーなくして俺に触れるな。おい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 、痛い、やだやだこいつ。はい、カウンター。残念、20点。よし、大きな扉を粉砕。バタリングラム、バタリングラム、高いとこから脳天狙い撃ち、うん、バリスタ。ちょ、ダメ、これは、ダメ、これは、やだ、誰か助けて、死ねよ。人がせっかく気持ちよく立ってんのに、こいつめ。あ、やだ、あ、や、俺に触れるな。壊れた人間の横で組み立てる。うん、バタリングラム。俺の邪魔をするやつ地獄行き。うん、地獄行き。それでもいいならかかってこい、平民ども。やだやだ、こっちに埋めておかい。気をつけろみんな。あの、一番不名誉な死に方しました。あの、瓦礫に潰されました。あ、センチュリー出せる。センチュリオン出ます。センチュリオン発進。ああ、お前たち終わったよ。死ぬぜ。この姿を見た奴をみんな死んじまうぞ。オラオラ、センチュリオン様の通りだ。神戸を垂れて捕まえ、平民ども。これから始まるのは一方的な殺戮ショーだぜ。センチュリオン、戦果ゼロと。7話しか足るまい。ストームブリンガーで蹂躙するだけだ。センチュリオンの分まで奴の汚名を晴らせるのはこいつだけだ。痛いか。痛いよね。だって攻撃してるんだから痛いに決まってんだろ。愚民ども、おぼぼ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 ぼ、フェニックス、火の鳥、やべ、インフェルノがいるぞ。こいつ。そして俺はストームブリンガー様だ。道を開けろ。いや、逆に道を開けてくれ。そして俺のサンダーストームで一網打尽にする。誰か助けて。誰か、サンダーストーム使ってないよ、まだ何もしてないよ。やだやだ。どうしよう、花形キャラクター一気に二人何もできずに終わっちゃった。もうね、ここは彼女しかいないでしょう。この戦況をひっくり返すにはもう彼女しかいないでしょう。不用心だな。おい、お邪魔します。ちょっと勝手に鬼界に上がらせてもらいますね。わあ、素敵な石造りのお家だ。壊しがいがあるぞ。はい、チェックメイトね。いい感じに味方がヘイトを買ってるぜ。しかもあれセラフィムか。お、味方のセラフィムが暴れてるぞ。ありゃもう止めらんないぜ。彼女止めないと止めらんないよ。ほら、どんどんゾンビみたいに仲間が蘇ってくんだから。死んだら死んだら次へと次へと蘇ってくるんだから。あれ美味しいぞ、このシチュエーション。もうちょっと殴らせてもらいますね。
あれなんかすごいことになってるぞこれ。おい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 、戦士の動画作ろうとしてると矢先にこれかい。これじゃ総理の動画になっちゃうよ。ちょっと止めて、誰か、ちょっと誰か止めて、ちょっと誰か私を止めて、私を止めて、これじゃ戦士の動画じゃなくなっちゃうから。ちょっとこれやばくないですか。ちょっと私を止めて、帰ってきなさい。はい、残念、シャットアウト。いや、やだ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 。お構いなく、お構いなく、お構いなく。ね、壊れちゃうぞって、ね、壊れちゃうぞって、ほら。ああ壊れちゃった。すみません、これ戦士の動画作ろうと思ってたんですよ。ああ、こんなに僧侶が目立っちゃって、これどうすんのよこれ。あ、あれ、あ、はい、ここでね、戦士が出てくるということは、そういうことなんですね。これ見てください、これ、ここにね、戦士が登場するということは、どういうことかというと、そういうことですよね。はい、これ、はい、戦士、はい、戦士の動画決定です。お、うわ、腕か、腕はいらねえんだよ。いや、いかがでしたか戦士ね。え、多分皆さんのね、印象に一番残ってるのは多分僧侶だと思いますけどもね。え、戦士いいんですよ、戦士いいんですよ。はい、まず戦士とは何なのか。それはズバリ、戦う人です。まあ、前線の要ですね。戦士がいないとすぐ前線押されちゃいます。あと何ですかね。あと何かありますか。戦士ってのはそんなもんですかね。まあ戦士ってのはね、何が面白いかっていうとですね、戦闘の駆け引きが実に面白いんですね。相手は普通に攻撃してくるのか、スキルを使ってくるのか、防御してくるのか、それとも防御崩しをしてくるのか、はたまたカウンターを狙ってくるのか、この攻防の駆け引きがですね、格闘ゲームみたいで面白いんですね。私はあまり格闘ゲームやったことがないんですけどもね、その相手との読み合い、それが楽しみたい人はね、ぜひね、戦士がおすすめでございます。じゃあ早速ね、チュートリアルで教えてもらえなかったことを今教えます。あ、今やりました。はい、これ攻撃超連打すると通常攻撃よりも早い連続攻撃が繰り出せるんですね。これ早いんですよ、これが。まあ、あとはガード崩しですね。これはチュートリアルで習います、習いましたっけ、習いますよね。1段目2段目と、1段目の通常攻撃、2段目に防御崩し、これで形態が変わってきます。はい、そしてこれ重要ですよ。あれ、はい、これ、これカウンターですね。いかに押されている状況でもカウンター攻撃が発動すれば戦況を一気にひっくり返すことができるんですね。相手の攻撃に合わせて、防御ボタンを2回素早く押すと動けなくなっちゃうんですけども、その場で、1、2秒間縦構えて止まります。その間に攻撃されるとカウンターが発動するんですね。あとこのタックルあるじゃないですか、これ戦士のタックル、これね、防御とかで防げないんですよ。避けるのも難しい。じゃあどうするか、ジャンプすればいいんですね。ジャンプ切りですね。ジャンプしてこう頂点の時に攻撃するとこれ回避できるんですよ。なんとタックル回避できるんですね。まあ、他にもいろんな攻撃も回避できるんでね。はい、これ実際の戦闘ですね、見ててください。はい、このように避けれるんですね。ぜひ使ってみてください。あとおすすめのスキルですね。このキャラ今称号なしなんですが、ダッシュ切りと竜巻切り、そして突進とロケットアタックですね。まあこの構成がですね、使い回しがいいと。あくまでも僕個人の意見ですが、いろんな状況に対応できると。これむちゃくちゃ強い人がね、このスキルの構成していたんでね、間違いはないと思います。
あと竜巻斬りはですね、なるべく敵の背中に回り込むようにこう切り刻むとですね、うまく当たります。次に称号が高いキャラの、スキル構成ですね。僕はパワーボム入れてるんですね。よく使うのがこれですね、ロケットアタックからパワーボムと。これ強いんですね、やっぱり。あとは突進からのパワーボムと、これも強いんですね。ロケットアタックと、突進が攻撃の起点ですね。そこからパワーボムを繰り出すと、パワーボムがクールタイムの時は竜巻旋風脚と。あ、すいません、失礼、竜巻斬りですね、竜巻旋風脚ではございません。ほんでね、戦闘中の時にね、スキルがね全部クールタイムになっちゃったよーって人はね、もうすぐ戦線離脱してください。ただ今回の試合はですね、ロケットアタックと、ダッシュ斬り、入れてないんですね。崖落としビルドというねスキルの構成にしておりましたので、今回はロケットアタックは、組み込んでおりません。ご了承ください。さあ、これで戦士についてですね、大体のことをね、分かっていただけたのかななんてね思ってます。まさに戦闘のプロフェッショナルですね。でも戦闘苦手だけど戦士使いたいな、戦士使いたいけど戦闘苦手だななんて方いらっしゃいますよね。ご安心ください、落としちゃえばいいんです。敵をね高いところから落としちゃえばいいんですよ、崖からね。これであればね、戦闘の駆け引きなんかいりませんよ。落とすだけで死ぬんですから敵が。でもじゃあ崖がないところで戦うときはどうすればいいのって、でもその時はね諦めてください、もう、その時はもう諦めてください。そしてさあお待ちかね、戦士の花形ですね、称号センチュリオン、最強の戦士ですね。この称号を解放するのにですね、結構時間かかっちゃいますが、まあ、解放するとね、すごい面白いことができるんですね。あとちょっと見ててください。はい、この盾、デフォでこの盾攻撃防ぐと回復しちゃうんですね。これやばいんですね、この盾、この盾が漏れなくついてくるんですね。もちろんカウンター攻撃でも、回復します。そしてこのセンチュリオン、なんとウルトを持ってるんですね。超必殺技ですね、このコロッサスフォーム使うと超ハイスピードスーパーガードとこの方向ができるんですね。この方向は敵を吹き飛ばす効果があるんですね。ダメージは多分ないですね、ただ吹き飛ばすと。これがでもね強いんですね。あとコロッサスフォームを、発動した時 HP 全回復します。そして HP の上限もですね、すんごい上がります、すんごい上がります、死ににくくなります。最強です。来るな来るな、落ちろ、落ちたな。ねえ、いいのそんなホイホイついてきちゃって、落ちろ、おどことねたたまえ、お前も落ちろ、うれカルピッピンとこに行け、うれ、あった、ひ落ちる。どすこい、次どっからでもかかってこいよ、落ちろ、落ちたな、なんであなた落ちないのよ、ちょ、たま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 、じゃあ落ちようか。はい、ここ俺たちのもんだから。てめえこの野郎、女だからってな、容赦しないぞ、俺を踏み台にした、じゃ、君避けないでくれる、君、てめえこの野郎、女の分際で今楽にしてあげるから、抵抗すればするほど痛いぞって、てめえらの席ねえから、うれうれ、えい、パワー、力こそする、おい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 、その大魔法どこ持ってくの、おい、こら君、止まりなさい、そこのじじい、止まりなさい、そこのじじい、
ぞ。逃がすものか。お邪魔しまーす。逃げ場なんかどこにもねえんだ。やだ、あ、やだ。おい、おとなしくね、それを渡せ。やだ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 。うれ。待て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 。遊んでやるっつってんだよ、おい。このセンチュリオン様が直々に遊んでやるっつってんだよ、女。うれ。ほら、なあ、慰めてくれよ。キャーキャー。お前カレピッピか。よし、わかった。お前殺せばこの女は俺のもんだ。まずい、さすがに多すぎる。プラン変更。このまま奥のタワーを占拠する。橋がないよ。あれ、やば。こんにちは。やだ。あの、見逃してもらえます？落ちたな。やべやべ、どんどん集まってきた。やだ、あっちで。おーよ、おーちょっと、やだやだ、ワックス殺人。暴力反対、暴力反対と見せかけて。落ちたな。やったな。落ちろ。落ちました。チャンス。うり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 。すいませんでした。うれ。すいませんでした。帰らせてください。どうしたの？怖いの？こっち来る、怖いの？じゃあ死ねえ。うれ。センチュリオン出ます。センチュリオン発進。おいおい、ちゃんと俺の分も残しといてくれよ。あんまりはしゃぐんじゃ。あ、やだ。お前のことはいい、先に行く。ほら、もうサイコガンダムがこんなとこ入っちゃってんだから。行くぜ行くぜ。やったー、やりたい放題。やだやだ。ちょっと、おおお、トランザム、この歪みを破壊する。ほら、ヤオー。誰も近づけない。ヤオー。怖いか。行くだけ行くだけ。うわー。